皆さんこんにちは。この番組では未来の暮らしを優しく賢く豊かにする情報をお伝えしています。コメンテーターは白熊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。太陽光発電の導入で年間5万円以上もお得になることが分かりました。電気料金が高騰している昨今、改めて注目されているのが太陽光発電です。温暖化対策に加え、ご家庭によっては年間5万円以上電気料金が安くなるとの試算が出ています。また蓄電池を設置すれば、災害時や停電時に非常用電源としても活用できます。自然の恵み、太陽光エネルギー、使わないともったいたいよ。皆さんもいろいろな未来の暮らし始めてみてくださいね。それでは失礼します。未来の暮らしを優しく賢く豊かに、千葉県